さあ変わってはゆみちゃんゆきちゃんです。はい、女だらけの木曜日、続いてのコーナーはブリリアント女子部ぽよよん。久しぶりに会いましたね、はい、ブリリアントぽよよんと。ありがとうございます。さあ今回はですね、西都市にあります美味しい、そして可愛い、そしてですね、なんとちょっと変わったところでスイーツが食べれるお店に行ってまいりました。それでは VTR どうぞ。さあ今回はずっと気になっていたスイーツのお店にやってきました。西都市にあるクラカフェエイムさんです。まあ、クラカフェですからね。こっちや、こっち、クラよ、あっちあっち、あっち、本当に行くよ。さあ今回のコーチはこの方、クラカフェエイムのオーナー石谷優子さんです。よろしくお願いします。あのクラカフェということですけど、はい、ここ入ってくる前に見えた隣にある建物がクラですよね。そうです。え、あれどれくらいの、だいたい100年くらいってお聞きしますけども、はい、ちゃんとしたのはちょっとわかんないですけど。あ、そうなんですね、はい、え、クラでそのスイーツを食べれるっていうことですよね、うん、クラの中で、はいはい、ちょっと蔵の中でのスイーツっていうその気分が新しいですよね。ですね、まあ、改装はさせてもらってるので、あの落ち着く感じではありますね。そうなんですね、はい、でこのエイムさんにはどれぐらいのスイーツがあるんですか。だいたい生ケーキが10種類弱、うん、であと焼き菓子の方が10種類ぐらいですかね。まだちょっと3ヶ月4ヶ月ぐらいなんで、今から作っていくところなんですけれども、じゃあ徐々にいろんなものをこれから増やしていく、ね、はい、これはちょっと今日楽しみなので、いろんなおすすめのスイーツをチェックしたいと思います。さあ蔵カフェということで蔵の中に入ってきましたけど、やっぱり雰囲気が残ったままの不思議な新鮮な感じがしますね、はい、で今回じゃあ早速食べさせていただく、はい、こちらはエイムロールですね。エイムロール、はい、もうお店の名前が入ったということは、そうですね、看板メニュー、看板メニュー。じゃあ早速こちらからいただいてよろしいですか。はい、おいしい。すごいしっかりして、はい、クリームの甘さが程よい感じで。ありがとうございます。何かこだわりとかあるんですか。はい、あの卵にこだわってて、あの神奈美の有精卵を使ってます。あの本当に山の中での放し飼いの鶏から生まれた卵を使ってます。あの砂糖もきび糖でやってるので、だからそんなに甘さも優しい感じなんですね。と次はあの有精卵で作ったシュークリームですね。シュークリーム、はい、でもこれシュークリーム、普通のシュークリームとなんかちょっと違いますよね、この下の部分、はい、卵白を使ったお菓子をかけているんですけど、それがあのカリカリで、あとナッツが上に、はあ、なるほど、よこ、うん、あ、おいしい。めっちゃサクサクじゃないですか、この卵白のところ、ね、しかもクリームがシュッて今いなくなりました。そうですか、うん、なんかこんなにサクサクの秘密って何なんですか。あのクリームを注文していただいてからお入れしているので、はい、もう、ね、入れちゃうとしけってしまうので、サイズもちょうどいい感じですね、はい、これはちょっと小腹が空いた時とか、ね、女性多いんじゃないですか、うん、買っていかれる方、あ、結構あのお土産とかに買っていかれますね。なんかちょっとダイエット中とかでも甘いもの欲しくなるんですよね、うん、だからそういう時とかに差し入れとかお土産でもいいですよね、はい、甘さ控えめなんで。おいしい。さあ続いては何でしょうか。はい、スマイルシフォンケーキ。スマイルシフォンケーキ、はい、このそうですね、ニコちゃんマークのクッキー、これかわいい。何この上に乗っかってるの。緑虫です。緑虫。え、これ何出てきてるんですか。これアイシングクッキーですね。これも、はい、アイシングクッキーって何ですか、うん、あのお砂糖を卵白で伸ばして色をつけた。めっちゃ細かいね、もう見ただけでもう飛びつきますね、うん、これ ね、 ですね。かわいい。そして下がシフォンケーキ、はい、これふわふわしてるよ、しかもクリームが挟まって、はい、そうです。
たっぷり入ってます。たっぷり入ってますか。もう生クリーム大好きですよ。ちょっとね、ニコちゃん可愛いのは後で待ってねと。わあ、いいね、いいね。下まで入ってますよ、クリームが。よいしょ、いただきます。うん、おいしい。あ、これ結構甘さも本当に控えめで、でもふわっと口の中で優しい感じが広がってきます。じゃあちょっとニコちゃんもいただいていいですか。はい。ちょっとね、もったいないけどね、せっかくこんな可愛くしてもらって、ニコちゃん。うん。いい。スマイルシフォンクッキー、なんとですね、春バージョンも登場するそうです。シフォンケーキとクリームには桜の葉のパウダーが練り込まれ、クッキーのところは桜になってます。まさに春色満開のスイーツ、こちらもぜひチェックしてみてください。さっきあのニコちゃん の、はい、あのアイシングクッキーを作ったんですけど、今度こういうのブリリアント女子部のアイシングクッキーを作ってみました。すごい、見て、ブリリアント女子部って、これしかもあのぽよよんの時のすごい、これかわいい。手作りでしょ。そうです。え、はい、手書き。手書きですね。マジすげえ。記念日とかそういう時には、はい、お願いしたら作ってもらえるとかないんですか。はい、あります。ある。はい、もうオーダー。オーダーですね。だからちょっとオーダー代がかかってきますけども、うんうん、はい、え、こういう風にしてくださいとか、うん、イメージをお伝えするということですか。そうですね、うん、あのできる範囲内で、難しいのはできない時もあるんですけど、うん、あ、じゃあ写真とかそういうの持ってきていただいたりとか、ね、はい、なんか今までこういうのあったよっていうのは、うん、一番この辺すごかったのがあの竜ですね。竜、はい、ものすごい細かい仕事でした、ね、結構あの、はい、鱗の部分というか、そうです、これは記念日とか男性の皆さん、ちょっと女子に送ってくださいよ、こういうのね、超喜ぶはず。そして女子の皆さんも女子会の時とかに、私こういうの知ってるのみたいな、オーダーしたから、いやこりゃいいですよ。うわ、かわいい。それでは美活のコツのコーナーです。クラカフェエイムではちょっとしたギフトにぴったりのこんなアイシングクッキーも販売してます。焼き菓子のワンポイントにこのクッキーを一緒に入れて可愛らしさをアップさせましょう。可愛いできました。いや、もう今日は美味しいスイーツ、そしてこの蔵の中でのね、素敵な雰囲気を味わわせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。とうち、あのクラカフェエイムではいつも素材にこだわったケーキを作ってますので、いつも新しいものを作っていきたいと思ってます。Facebook の方に新しいものが出ればいつもアップしていきますので、また皆さん見ていただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、もうこの蔵の中での、ね、カフェタイム、素敵な時間が過ごせると思いますので、皆さん遊びに来てください。お待ちしてます。どうでしょう。女子部の、すごいあれ、テンション上がりましたよ、あれ見た時、あのキランキランマークも立体的だし、そうなんですよ。で、いろんな種類もあって、うん、でだからオーダーもお願いできますし、湯、うん、とかすごかったでしょ。すごかった、鱗とかが一番、ね、どれだけ時間かかるのっていうような、だからオーダーしてこういう雰囲気ですってお伝えしていただければ作れますということなので、でも世界に行くよ ね、 ね、あれ食べずにずっと取っておきたいですね。そうね、食べておいてもかわいいぐらい、かわいいやだ、ね、でですね、あのスマイルシフォンクッキーってあったじゃないですか、うんうんうん、で ああいうのの春バージョンの他にも、ま、季節ごとにまた変えてどんどん出していこうということなので、まあ、とあの季節ごとにいろんな味が楽しめる、はい、楽しみ、うん、種類も楽しめるということですのでね、最高。はい、であのお店でケーキなどのスイーツ、コーヒーを買って蔵の方に持って行って食べていただく。
なんか女子が集いそうです。あ、皆さんもいい、ね、あの私が取材してた時間も女子高生とか JK がね、そう JK とかあの女子の親子とか、ね、あ、なるほどね、おしゃべりしに来てました。うん、素敵な雰囲気なんか ね、新しい感じですよ。いいですね、蔵に入っていく感じがなんかこう、サイトはこれからほら菜の花とか桜も綺麗だから見に行ってね、帰りに お茶してもいいですよね。はい、ぜひとも。あとですね、蔵の中でライブイベントなどもね開催したことがあるそうで、まあ、今後もそういったイベントを行っていきたいということですので、ぜひ Facebook チェックしてみてください。そしてプレゼントもいただきました、ご紹介します。クラカフェ M よりケーキセットを3人の方にプレゼントいたします。応募方法番組の最後でお伝えします。さあ、ぜひですね、皆さんも蔵の中の雰囲気を楽しんでゆっくりとした時間お過ごしください。以上、ブリリアント女子部でした。はい、ゆみちゃん、ゆきちゃんでした。では CM の後はバイバイタイム。バイバイ。 バイバイ。